レクチャーも4までね、進みました。全部で8つ、レクチャー8まで行きますけども、ちょうど中間点。今度は動詞の過去形。で、前回は3人称単数現在ね。現在の時にどういう風な形になるかっていうことをやったんでしょ。今度はね、動詞の過去形ってことで、過去時制の中で動詞がどんな形になるかっていうことです。ね。で、まあ、日本語だったら、動詞は全部さ、ほら、食べるが食べた、行った、見た、寝た、走った、たつけりゃいいでしょ。ね。で、それに近いもんがあってですね、ED つけときは、まあ、何でも過去形になると、ね、言うんで、全部動詞これになればいいのにね、そのうちになると思うよ。あのね、知ってる？最近ね、ちょっと話違うんですけどね、ザっていう、ね、みんな知ってると思うけど、この漢詞のザなんだけど、ゼって読むときあるじゃん。母音の前ではゼって読んで、子音の前ではザって読む。あの区別ね、だんだんなくなってきてるそうです。めんどくさいから全部ザにしちゃえっていうね。なんでね、多分ね、あと100年、200年ぐらいすると、この ED で全部間に合わせちゃえ、過去形。いちいち変化を覚えるの面倒だってね。だんだんなってくると思うよ。私の予想ですけど。ね。まあ、みんなが受験する頃にはまだそうならないから、ね。どうしても動詞の変化っていうのを覚えなきゃいけないんだけども。まあ、今日はね、ざっくりとだから過去形だけの話ね。過去分詞はやらないよ。ね。過去形だけね。いきます。はい。じゃあね、まず動詞の変化なんだけど、規則動詞と不規則動詞っていうのあるな。規則動詞。っていうのと、不規則動詞ね。はい。で、こっちはただ ED をつければいいってやつだよね。原則 ED をつければ過去形になるよ。ね。こっちは、それぞれ変化の仕方が不規則だから、それぞれ覚えなきゃいけないんだな。早いうちに覚えてよ。で、まあ、今日は過去形までだけど、過去分詞までね、ちゃんと教科書の裏とか辞書の裏にちゃんと出てますので、ほんと早いうちにね、整理して覚えておくとおすすめします。ほんとだよ。もうこれやらないっていうのは、ユニフォーム着ないで野球やるようなもんだからね、これ無理。もう早いうちに覚えてください。大丈夫ですか？はい。じゃあ、まずね、規則動詞の方、ただ ED をつけるっていうことだけども、はい、本当にもう、本当、ただ ED つけるだけね。こっち行くな、規則動詞。こっち行きましょう。はい。で、1番。本当、ただね、ED をつけるだけ。ただ、ED をつけるだけ。はい。まあ、さっきも出てきたけど、プレイドだな。プレイが、もういい、もう例文書いちゃおう。ね。I play the piano this morning. さあ、プレイね。ただ ED をつけてくださいってことですね。過去形。私はプレイしました。でね、過去形の時ね、過去時制の時はよくね、ああ、過去なんですよって分かるようにね、副詞っていうものね、過去を表すような言葉をペコンとくっつけることが多いです。例えば、今朝って言えばさ、もう昔のことでしょ。This morning ね。今朝私はピアノを弾きました。ね。ED つけるだけだよね。はい。あと、look ね。はい。彼女は私を見ましたなんていう時ね、she look me なんだけど、はい。これも過去形にするときにはただ ED をつけるだけだな。she looked。ああ、she looked at me ね。アットが必要なんだ、見るときはね。こういうのを耳で覚えておいてね。なんでアットが必要なのって、もう理屈じゃないんだよな。 She looked at me って言いますね。 She looked at me。
これでいいか。彼女は私を見ました。はい、こういうね、ただ ED をつけるだけっていうことです。でね、読み方、あとでちょっとね整理しますけど、読み方プレイド、シールック、こっちはドゥ、トゥ、ドゥ、トゥ、ちょっと微妙に違うよね。はい、こんなのも後でね整理しますが、とりあえずただただ ED をつけるだけっていうやつでした。はい、じゃあ次ね、今度は語尾が E の時には D だけです。これ当たり前なんだけどね、だって語尾がさ、もう語尾が E で終わってるってことはさ、ここにまた ED くっつけなくたっていいじゃん、もう E あるんだから、ただ D つければ ED になるじゃん、それだけのことです。語尾が E の時は D だけつけると、当たり前だこれはね。はい、まあ一応例文でいくとね、あ、これはさ、はい、アグリー、私に同意してくれた。例えばね、あのペケペケ大学受けたいんだけど、ああいいよ受けていいよ、君の実力なら OK みたいなね、なんか同意してくれたっていう時にですね、 My teacher agree with me で、はい、これを過去形にしてください。 agree っていう動詞ね、もう E がありますから、語尾が E ですからね、そういう時にはただ D をつけるだけ、 agree っていう風になるわけですね。先生は私に同意してくれたっていうことです。はい、じゃあ3番目いくよ。3番目はね、あ、またこれね、語尾がシーンジ、もういつもこれ出てくるね、シーンジプラス Y っていうのは必ず問題なんだよな、後ろにペコンとくっつけるときにね。はい、あいうえお以外だな、シンジ、はい、それプラスの Y の時には Y を I に変えて ED ね。はい、さあ、これね、赤ちゃん泣くなんてやつはいこうか、ね、その赤ちゃんはまあ cry っていう動詞だ、泣くね、 cry all the night、 all で泣いてましたね、一晩中泣いていましたっていう時にね、さあここを過去形にしてください。はい、しましょう。Y を I に変えて ED つける、ね、どうだ、大丈夫、 The baby cried all the night The baby cried all the night。 はい、こんな風に言えるわけですね。はい、これが、3つ目です。さあ、単調だね、文法ね。まあ車の免許取るときも、まあ、単調なことを毎日練習するわけですから、ちょっと我慢しててね。はい、はい、じゃあ次いくよ、4番ね。今度はね、ちょっと新しい注意事項かな。語尾がね、単母音プラス、シーンジ一つ、
の時は、その死因時を重ねて ED をつけるってことね。でこれも例文でいきましょうね。例えで見た方が早いです。例えばね、ベーグってなんだけど、ベーグってわかるかね、この動詞。物乞いをするとかですね、お願いするとか、許しを請うとかね、そういうふうになんかこう、ください、ちょうだい、こうしてくださいみたいなね、そういうことをするときにベーグって言うんですね。でこれベーグって長い A じゃないですよ。ベーグ、ベーグっていうふうに短い母音なんだよな。あ、い、う、え、おっていう感じだな。はい、この短い母音に、はい、子音の文字ね、ぐ、ぐっていう子音の文字、こういう動詞があった時には子音を重ねて、子音字ね、この G を重ねての ED だよっていう話をしてるわけです。 OK？ はい。で、例文一応紹介しておきますとですね、どうなんだ、 He begged my pardon。 こうだね。pardon って許しです。許しを請う、許してちょうだいっていうのをお願いしたっていうことですね。彼は私の許しを請うた、私は、あ、彼は私に、許しを求めたっていう時にね、begged ってなるわけです。大丈夫ですか。はい、ここまでね、注意してくれるとかなりね、動詞に関してね、読みやすくなると思うんだな、長文がね。はい、じゃあね、ちょっとね、 ED の発音の仕方いこう。ED の発音の仕方ね。ね、一番目はね、普通にこれが一番多いんだけど、これ文字じゃないよ、音ね、音、ドドド、 D じゃなくてドドドドドって音ね。はい、この音になるやつね、例えばね、こんなのがあるね。切る、殺す、殺した、切るで、ね、それからリブ、こうか、リブね。はい、これね、音がね、ルブっていうね、ここちょっと喉触ってもらうと分かるんだけど、ここは震えるんだよね。そういうのを有声音って言うんだけど、こういうね、喉を触ってて、この喉仏のとこがね、ブーって震えるような振動音ですね。あら、有名な有声音ですね。有声音、そういう時にはこの後ろはドゥドゥドゥっていうふうに読みます。いいですか。はい、ところがね、今度ね、こういう音になるときね、今度はトゥ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 って読むときね、はい、これはね、どういうのかっていうと、例えばね、これちょっと紹介、具体例で見ていった方がいいですね。よよよよ、パス、合格するってなるね。で、合格する、これをどう過去形にしてくれっていうと、まあ ED つけるだけなんだけどね。ここね、この音っていう風に、こう喉響かないの音なんだよね。ここの音、ここの音がっていう風に喉響かない音ね。これは無声音っていうな、音がない
効果、声がない、声がない音ね、無声音っていうね、そういう時にこう、トゥって読むのよな、ここね、トゥです。いいかい？はい、で、同じことがですね、こっち側でもありまして、今度はプッシュ。プッシュ。はい、ここの音ね、これをですね、過去形にした時に、まずここの音ね、こんな、これ喉全然震えないんですね。シュッと。そういう時はプッシュッになるのね、ここね。この音はツになります。いいですか？はい。それからもうちょっとやっとこうね。ルック。はい。ここの時も。ED が来るんだけども、はい、ここよく見、ああ、ちゃ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 。この音が、クックック。やっぱり、声がない、無声音で、喉が震えない、クックック。ね。その時には、ここの ED は、トゥというふうに、looked、looked ってなるわけね。はい、それからね、いっぱいあるね。しょうがない。これちょっとやっとこうね。はい。ストップ。これほら、タンボインに P だから、まず、これ過去形にしてくださいって言ったら、タンボインのこれ P。重ねて ED ね。こうなるんだけど、はい、このストップ、プップって音ね。これやっぱり声がない、喉が震えない、無声音ってやつです。ですね。はい。その時に、プッチ、ここは、トゥと読む。発音するということです。大丈夫かな？もう一個だけやっとくよ。これ有名なんだよ、どれもね。今紹介してるのどれも有名で。もう一個だけやっとくと、これだ。ラ。ね、これも ED をつけるだけだけど、笑うってやつだな。ラフト。いい？で、ここの音が、これ GH なんだけど、GH は F って読むんだよ。これ今から覚えとくっていうね、GH っていうのはフって読むことが多いよ。GH ね。フ、フ、フ。ね。で、ラ、フ。この音震えない音です。その時には、ここは、トゥ、トゥ、トゥ。っていう一応こういうルールがありますが、まあ耳で覚えてちょうだいよ。ね。はい。passed, pushed, looked, stopped, left. っていうね。ちゃんと発音できるようにね、聞いて分かるように、これ大事だからね、本当に本当にこれね、差がつくから、こういうとこね、リスニングなんかでもね、ものすごい大事になってくるから、これはちょっとね覚えておくといいと思います。はい、じゃあまだあんだルールがな、ごめんな、もうちょっと付き合ってくれな。3番、これ音ね、一番最後動詞のケツのとこがトゥッドゥッっていう音で終わるときには、ED はイドゥッイドゥッイドゥッと発音するね。意外？例文でいきましょうか。例文具体例でいきますと、want、 そうだな。はい。まあ、want、 欲しい、欲しかったなんて過去形にするときね、まあこう普通に過去形にすればいいわけですが、ほい、この発音、ここね、最後はこのこっちの語尾だよ。こっちの語尾が want。トゥって音です。ここまたトゥにトゥで、ウォンティトゥっておかしいでしょ、さっきのトゥじゃなくて。ここは今度は、ウォンティドゥンなのね。ここの発音が。ワンティド、ワンティドってなるわけですね。はい、それから、もう一個。
今度は D だな。うん、はい、ここの音がで、マインド。マインドって気にするとかっていう意味だよ。嫌がるとか気にするっていうことね。で、マインディイドね。この発音は、マインディッドイドなんだな。はい。こんなことを言ってるわけです。めんどくさいね。しゃあないね。はい。大丈夫かな？さあ、ちょっとね、飽きてきたと思うけど、もうちょっとだけやっとくよね。これ、もうしょうがないな。不規則動詞ってやつ今度ね、行こうね。その2、不規則動詞。さっき規則的な動詞でやったのよ。今度不規則動詞ね。で、これはまあ大体ね、動詞の変化、めちゃくちゃっていうかな、もう一個一個知ってってほしいんだよな。例えばちょっと紹介しとくよ。これちょっと覚えとこうよってやつね。 say の過去形は said ね。 say の過去形 said。 have の過去形 have だね。はい。それから give の過去形ね。はい。それから get の過去形。もうこれルールないっていうか、もうそれぞれ動詞でね、覚えるしかないんだよな。はい。それから make の過去形、 made から do の過去形、 did ね、っていうふうにね、ちょっとずつ地味にね、覚えていくしかないよ、これはね。で、発音ね、大体わかんないけど、ここだけ気をつけて。 say、 say度じゃないんだよね。 set なんだね。ここセイっていう発音なんだけど、ここの発音はセッドなのね。っていう発音もね、気をつけて覚えておいてもらいたいですね。はい。じゃあ今言ったのは、動詞、一般動詞についての話ね。で、 B 動詞の過去形、これは B 動詞の過去形って言ったらもうね、わずかはしかないわけよね。はい。で、I was になるときには I was、 He was、 She was、 It was から That was、 This wasまあ、ざっくりと言うと、こんなもんが was になるな。いいかい？はい。それから you、 we、 they、 those、 these、 word ね、こんな風になっていきます。大丈夫でしょうか？はい。これも耳で覚えるんだよ。大丈夫ね。 I was, he was, she was, it was, that was, this was, you were, we were, they were, those were, these were、 言える？パパパパパッね。はい。よく練習しておいてください。はい。ちょっとね、きつかったかもしれないけど、これで動詞の過去形っていう話ね、終わりにしておきましょう。はい。じゃあね、次はレッスン5ね、現在進行形というのをやります。はい。じゃあ休憩。